いやー、やっぱりリンクモンスターだっけ。新しいカード最高だな。青いな。おい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 、なんだおめえこれよ。え、リンクモンスター、おめえこんなの使ってやってんだよ。リンクモンスターなんてよ。どういうことだね。おいおい、遊戯王よ、やっぱりよ、シンクロとかエクシーズよ、こうやってポン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 並べてこそもさ、遊戯王なんじゃねえのかよ。なんと下品だ。なんだおめえ、使ってらんねえぞ。俺は新環境になんかね、ついていけねえんだよ。何がマスターランク4だ。なんて醜いテリストだ。ついていけねえんだよ。じゃあおめえこんなモンスター使って勝てるっていうのかよ俺に。言ったな小僧。なんだ、見してやれよ。おいおい、マスタールール4の脅威ってやつをだ。おい、悪いけど俺はマスタールール4には乗れねえ。マスタールール3でやらせてもらうぜ。かまわん。うん、言ったな。キラデュエルだ。楽しみはデュエルだな。それ見な、新環境の力ってやつをよ、俺は知りてえよ。見してやるよ。って勝てねえだろ。おい、これがマスタールール4だ。マスタールール3こそ至高だ。最初はグー、ジャングル、おい、アイグッショーイ。うん、いいぜ。どっちがいいんだ。方向だ。方向か。じゃあ俺様が先行行かしてもらおうぜ。キラ、オレオさん、エイアサルト化を召喚。同胞の絆発動。2000ライフを払う。そうすると投資族のカードを読めるんだな。これがなんだっけ。 B と C、 なんかこんな特殊召喚確かできないよ。俺はこれでターンエンドしといてやるぜ。ふざけたやつだ。はい、どうした。ドロー。やはり最高なんだよ昔の環境は。君もマスターランク3に、マスターランク3じゃない、マスタールール3に身を委ねたらどうだ。なんと哀れなデュエリストだ。俺はゴールドガジェットを召喚。まだそんなカード入れてるやつがいたとはな。そしてレベル4近いぞ。ナシンナーズギアフレス。ポンコツカードはまだ。おい、いいや、なんでもねえ。いいぜ。そして2枚捨て。2枚捨て。マシンラーズフォーテルスを召喚。おお。そしてそれがどうした。エクシーズ。エクシーズだ。やっぱりおめえもエクシーズじゃねえかよ。黙れ所詮よ。黙れ小僧。おいおい、マスタールール3ならよ、お前の大好きなエクシーズがメインモンスターゾーンで何回も行えるんだぞ。黙れ悪魔め。おいよ、お前の魂胆は分かっている。インベルズローチ。貴様そのカードはモンスターデッキに召喚。貴様そのカード困るだろうな。バカ野郎が。俺はマシンナーズフォートレスでアサルトコア購入し。貴様よくも俺の最高だてよ。相打ちすら取れなくなった。そして逆ダメージ、ローチでクラッシュワイバーにアタック。いいだろう。1900700ダメージだ。やるな、ターンエンド。やるな小僧、俺のターンだろう。なるほど、困りたまえ。これがマスターレール4の実力だ。やばせろ。カモン、やばせろ。おのれおのれおのれ、攻撃力を上回れないようだな。除外除外。ABC ドラゴンバスター。分離はできないよな、召喚無効だもんな。いや、ああできねえな。くそが、終了だよ。ドロー、ゴキブリ野郎が。貴様の負けだ。なんだと、死者蘇生。ゴールドガジェット、なんだあの聖人。特殊召喚成功し、手札のレベル4近いモンスターを召喚する。そんなポンコツが揃ったところでよ。そしてイエローガジェットを手札に加える。それはどうした。俺はイエローガジェットを通常召喚、そしてグリーンガジェットを手札に加える。だからなんだ。そしてゴミモンスター1個グラルサモン。何グリーン
ガジェットを召喚。俺がマスカルルフォー、6体のモンスターが並んだのと。そういうことだ。なんだと。貴様には分かるまい、この脅威が。なんだと。知らねえ、そんなカード知らねえ俺は。そしてマシンガンズフォートレスで守備表示のモンスターにアタック。いいだろう、ドラゴンマスター効果発動じゃない、マスタードリンク。ユニオンモンスターを手札に持ってくる。なるほど、だからどうしたというのだ。イエローガジェットでアタック。レッドガジェットでアタック。うわやめてくれやめてくれ。グリーンガジェットでアタック。やめろ。1400。インベルズローチでダイレクトアタック。モンスターゾーンが6枚だと。やれない。うわー、見たか。これがマスタールール4だ。そんな、マスタールール4、これがマスタールール4。そうだ、モンスターゾーンが6枚まで。どうだ、モンスターが6枚まで置けるのか。これがマスタールール。そうだ、素晴らしい。よく見たらリンクモンスターも出てきてないが、なんで素晴らしいんだ。分かってきたじゃないか。俺もやりたい。でも今さら遅いんだろ。もうマスタールール3のデュエリストはついていけねえ。愛の選手環境にはついていけるんだ。マスタールール3のデュエリストはまだ遅くないぜ。え、ああ、コナミが出した3月25日発売のストラクチャーデッキ2017を買えば、まだお前だってマスタールール4を始められる。え、こんなブリンク召喚も何も分かんない俺でも大丈夫なんとか。そうだ、分かりやすくルールブックもついている。なんだって。そしてこんなに分かりやすいリンクモンスターたちが最初から3枚もついてくるんだ。 なんだって。それは俺でもいける。俺でも受け入れてくれるのか新環境は。ああ、誰でもウェルカムだ。タラチョー、愛の戦士、よろしくな。よろしく、ありがとう。みんなもデュエルしようぜ。